18日0時ちょうどに、デビュー曲、クルーズンがリリースされ、IMP は世界同時デビューを果たした。そのわずか14分後、XQTwitter で、シャープ・クルーズンが日本トレンド1位になり、YouTube にアップされたミュージックビデオは42時間で200万再生を突破した。さらに GFK ジャパンによるダウンロードソング売上レポートでは、 2023年8月21日から23日の期間集計で IMP の「クルーズン」が1万4259ダウンロード DL を売り上げて首位となるなど驚異の伸び率を見せている IMP といえばもともとインパクターズとしてジャニーズ事務所に所属しスノーマンと共に「滝沢歌舞伎ゼロに出演するなど 次世代を担うジャニーズグループとして期待されていたしかし今年5月25日グループごとジャニーズ事務所を退所7月14日戸部所属が発表された戸部の第1弾デビューとなった IMP だがネットではメガボルト見るまではジャニーズから来ましたって感じの子たちのイメージでしたがメガボルトの出来にびっくり全体的にすごく良いじゃないですか ポテンシャル高簡単譜、今どきな感じ、曲が良かったら DL しようかな、ぐらいの気持ちで聴いてみたら、想像以上にキャッチーで良かった。ジャニーズっぽさも残しながら k p o p と融合させた感じでどちらのファンも聴きやすそう。さすがタッキーってセンスあるんだなと思いました。と、楽曲やグループのポテンシャルを評価する声が多く上がっていた。 民放の地上派音楽番組に出演できるか、といったファンの懸念もあるようだが、今はテレビに出演しなくとも売れる時代だ。IMP はジャニーズ事務所にとって、思わぬ伏兵となりそうだ。滝沢氏は IMP、各メンバーの才能を見いだし、グループ名を授けた生みの親でもある。現在ジャニーズ事務所で一番 CD が売れるグループスノークルーズンは、 BTS 自民の楽曲を制作したロコベリーが制作し、メガボルトも k p o p ファンを意識した作りで、いろいろと練られた楽曲とメガボルトであることがうかがえます。また昨今は TikTok で、キャッチーな楽曲とダンスが合わせて流行になることが多いためか、デビュー曲に合わせて各メンバーが踊る動画を TikTok でアップするなど、今の時代で売れるための必要な要素は全部抑えている印象です。 音楽業界関係者。滝沢氏は IMP。各メンバーの才能を見いだし、グループ名を授けた生みの親でもある。現在ジャニーズ事務所で一番 CD が売れるグループスノーマンを生み出したのも滝沢氏だ。スノーマンストーンズの同時デビューの仕掛けや、ジャニーズ初の YouTube 進出となったストーンズのミュージックビデオのプロデュースをしたのも滝沢さんです。 ノウハウや最新のものをすぐに取り入れる柔軟性が飛べにはあり、ジャニーズ事務所が今のままだと、スノーマンなど人気グループを IMP が超えていくことも可能性としては考えられます。ジャニーズへのネガティブな感情が噴出している中で、YouTube に IMP、メンバー同士が本音で話し合い、全員が涙するという、視聴者の応援したくなる気持ちをそそる動画もアップするなど、 人身小悪面もぬかりないさすが滝沢さんといったところですねどう民放の地上波音楽番組に出演できるかといったファンの懸念もあるようだが今はテレビに出演しなくとも売れる時代だ IMP はジャニーズ事務所にとって思わぬ伏兵となりそうだ